ケーキ屋さんでアルバイト。猫先生でにゃーる。よろしくにゃー。一つ目のニュースは7周年記念関連にゃ。7周年記念は猫館大放出。12月13日からにゃんこスロットまたまたまわせるようになってるにゃ。2019年12月16日から12月20日まで7周年記念レアガチャイベントエクセレントセレクション登場にゃ。桃太郎や仙台騎兵レイのほかシークレットキャラも多数参戦にゃ。猫缶をどこで使うか迷っちゃうにゃ。そして2019年12月13日から12月26日まで降臨ステージが次々登場する降臨祭が期間限定で開催にゃ。キャラクターを強化して挑みステージクリア報酬の限定キャラをゲットするにゃ。降臨祭と同じ期間にガマトト探検隊に7周年記念限定エリア超猫の目洞窟が再出現するにゃ。キャッツアイをいつもより多くゲットできるチャンスを見逃すにゃ。2つ目のニュースは7周年リアルイベントの続報にゃ。2019年11月下旬から1月中旬まで全国のショッピングモールなどで参加無料のにゃんこ大縁日が開催中にゃ。2019年12月21日、12月22日、北海道ラソラ札幌。2020年1月11日、1月12日に長野県イオンモール松本。同じく2020年1月11日、1月12日に埼玉県アリオ川口にて開催されるにゃ。詳しくは概要欄を見るにゃ。さらに、にゃんこたちがゲームを飛び出す ?2019 年12月26日から2020年2月4日まで東京スカイツリーでも何か起こるらしいにゃ。ぜひ足を運んで確かめてほしいにゃ。続いて3つ目のニュースにゃ。2019年12月16日11時から12月26日まで今年も聖夜に鐘が鳴るクリスマスイベント開催にゃ。クリスマス限定レアガチャに新キャラクター参戦にゃ。聖なる夜にふさわしい可憐な魅力が満載クリスマスギャルズに新キャラクター冬天使のシシル&コマリが登場。肉球リースで浮いている敵と天使に超ダメージを与えるにゃ。クリスマス限定ステージの復刻やにゃんこミッションに期間限定スペシャルミッションも登場にゃ。みんなはどんなプレゼントをサンタさんにお願いするにゃ。猫先生は猫缶と腹巻きが欲しいにゃ。次回のにゃんこ TV は1月1日公開予定にゃ。
猫先生から大事なお知らせがあるにゃ。トリビニャ。人生に全く必要のない知識でもつい友達に教えたくなってしまうようなにゃんこ雑学トリビニャ。知ってるようで知らないかもしれないにゃんこ大戦争の雑学や攻略のヒントをどしどし発信していくにゃ。今回投稿してくれたのはまたたび欲しいさん。またたび貯蔵庫を長押しすると色ごとに分けられる。にゃんこ大戦争で猫たちを第三形態に進化させるために必要なアイテムまたたびは猫吉の貯蔵庫に格納されているにゃ。この貯蔵庫の中でまたたびがない場所を長押しするととっても綺麗にまとまったにゃ。感動にゃ。これでどの色のまたたびが不足しているかも一目でわかるようになるにゃ。便利にゃ。今回のトリビニャは極兵。教えてくれたまたたび欲しいさん、どうもありがとうにゃ。次の時間では猫先生がどうしても気になった投稿を検証していくにゃ。トリビニャの種。トリビニャの小泉の投稿で猫先生が気になった投稿を実際に検証するコーナーがこのトリビニャの種にゃ。猫先生が今回とても気になった投稿をしてくれたのはゆめめさん。タイトル画面の BGM の速さが時間によって変わる。猫先生このこと知らなかったにゃ。実際にいろいろな時間でにゃんこ大戦争を起動して検証してみるにゃ。ふむふむ。BGM はどの時間でも同じ速さにゃ。これはガセビニャニャ。にゃんこ大戦争開発チームの方にも話を聞いてみたらガセだけどその案は面白いとコメントをもらったにゃ。投稿してくれたゆめめさん、どうもありがとうにゃ。猫先生に検証してほしいことがあったらみんなもどしどし投稿フォームから応募してほしいにゃ。にゃんこ TV では皆様からのお便りやコメントを募集しているにゃ。トリビニャやこの番組へのご意見ご要望どしどし待っているにゃ。お便りは動画概要欄にあるフォームから送信することができるにゃ。次回もお見逃しなくにゃ。チャンネルを登録してにゃ。クリスマス。